この動画では、マナバプラス R でアンケートを作る方法をご紹介します。まず、アンケートの作成方法と基本的な構成、公開方法をご紹介し、最後にアンケートの発展的な使い方をご提案します。アンケートは、マナバにログインして各コースサイトのアンケートタブから作成することができます。新規に作成する場合は、このボタンを。 すでに作ってあるアンケートをインポートする場合はこちらのボタンを押します。今回は新規にアンケートを作る方法でご説明します。こちらは新規にアンケートを作成した時の画面になります。画面の構成は小テストの機能と非常に多くの共通点があります。まず制限時間を決めることができますし、受付の開始日時と受付の終了日時、 を決めることができます他にも小テストと非常に似通っている箇所としまして設問の種類が通常問題と入力必須問題に分かれております通常問題というのは回答しなくても提出が可能なものです入力必須問題というのは回答しなければアンケートが提出できない問題を指します このように非常に多くの共通点がありますが、小テストと相違点もあります。一つ目の相違点は、選択肢のシャッフル機能というものがありません。クイズではありませんので、選択肢をシャッフルする意味がないのです。次に、正当や配点といった概念がありません。小テストの場合ですと、えー、作文して保存をしますと、次は正当と配点を入力する画面に移りますが、 アンケートの場合、保存を押しますと一覧画面に戻ります。アンケートの公開方法も小テストと非常に似ています。こちらは非公開の状態ですが、このスイッチを押しますと公開中にすることができます。この状態になるとアンケートが受け付けられているという状態です。以上はアンケート機能の基本的な使い方でした。 ここではアンケートの発展的な使い方についてご提案したいと思います。ナバには掲示板という機能があります。掲示板を使えば学生と教員、学生と学生がコミュニケーションすることができます。掲示板はオープンなコミュニケーションの場です。つまり誰でもそのやりとりを閲覧できます。ただ中には学生から教員に対してのやりとりを他の学生に見られたくないと思うシチュエーションがあるかもしれません。 こういう場合、アンケートを使えば学生から教員に対してプライベートな情報提供が可能になります。プライベートな情報提供の応用事例としまして、授業の質問を受け付けるフォームとしてアンケートを使うというやり方もいいでしょう。また、データの利用許諾フォームとしてアンケートを使うというやり方もあります。こちらは私どもの英語プログラムで実際に使用している データの利用許諾フォームです。英語の発表動画で教育学術利用の許諾を売るときにですね、ある特定の学生さんに対して、氏名や学籍番号などを入力していただいて同意してもらうというのをアンケートを通じて行っています。このようにアンケートを使えば学生から教員に対してプライベートに情報提供をすることができます。ぜひ活用してみてください。